高校卒業間近に株式会社を設立する意向だった大山は、館長も関連する大きなプロジェクトの依頼を受け、共同経営で出資をしてもらうことを条件にこれを受託。しかし思惑通りにはいかず、起業から半年後には資金がわずか7万円となる。絶体絶命の中、サンプルをなんとか完成させることができた大山だったが、当時の経験から得た学びについて次のように語る。ベータ版やけど買ってくれたんです。それでちょっと息をつないで、そこからずっと右肩でガーッと上がっていくわけですね。僕は多分その熱意っていうか、お客さん分かってくれて、分かったと、できてないけどちゃんと完成させてくれんのねって言って、やっぱり払ってくださったと思うんですね、その方は、だからそこもやっぱりなんていうの、食わないといけないから、もうこれでも完成してますって言って売ろうっていう風なスタイルで僕は言ってたら、多分買ってくれなかったと思います。やし、買ってくれとったとしてもそれ嘘つきなので、もうずっと心に残って、永遠に多分今でももうそれがずっとトラウマになって、いい商売はできてないと思います。だから自分がやりたいと思ったら正直に言うのもいいけど、人の話も聞いてさらに自分を高めようとして熱意を持って前進めばいいんですけど、自分の自己中心的だけで一生懸命やる俺は間違いないは、まあどうでしょうかね。それでも成功する人はいるかもしれませんけど、まあ僕はあまりおすすめはしませんっていう感じですかね。